今日南町のこれがですね定住促進住宅に引っ越してきて、今ただ今引っ越し作業の最中だね。まあ、一応素床のねベッドはあるんだけれども、まあ、ベッドが欲しいと。まあ要はロフトの上に布団を敷きっぱなしにして、その下にね全部荷物とかテレビとかその機能を全部入れちゃいたいんだけれども、まあ持ってくる必要はなかったなという後悔がたっぷりでございます。まあでもやっぱり住むんだったら自分が好きなものに、自分が好きとか納得できる部屋でどんなに不便があったとしても、まあ暮らしたい、まあ生活はしたいよね。例えば期限付きだったとしても、でも1年って結構短いようで長いから、そういう中で慣れてしまえばいいけれども、やっぱり自分がここにもうずっと住むって決めてるから、もうこの先10年ぐらいで壊れるかなベッドって、まあうん、まあその時はもうロフト専門にしちゃうけど、その時はその時で、まあ荷物を置くロフトにしてしまえばいいし、まあベッドとして使ってれば、まあ、ベッドとしても使っちゃえばいいし、まあとにかくここ先、まあ10年よりかはまあ5年かな最近、まあ5年は使う、まあ、5年は物を買えないっていう、まあ、家具は持ってきて、まあ、これをずっと使った方がね節約にもなるし、まあ、農家としての第一歩を踏み出しました。つってもまだ全然踏み出してないけどね、口座とか作ってないから。だからまあこんな感じでやっていきます。まあまず住むところを快適にするっていうところからかな。まあまたブログの更新もちょいちょい始まると思います。まあコメントとかね、オーストラリアワーホリー時代のコメントをくれてる人も全然いますし、でもね僕が行ったワーホリって2011年から2013年9月までで、まあ、確定申告やったって還付金はもう今は戻らないので、まあ、時代はやっぱり今行きたいとか今行っている人に聞いておいた方がもらった方がいいと思います。まあなのでまあ、あとは田舎暮らしに迷っている人がいれば参考にしてもらいたいし、こういう一つのね、選択肢、ワーキングホリデーから帰国した後の選択肢と、田舎に移住するための手段と過程のうちの一つを、ブログとこの動画で発信を多分していきます。なので、まあこんな感じだね。まあこの土日2日間で、なんとか部屋を戻します。